おはようございます。本日はよろしくお願いいたします。上田市に本社を置く日置電機の社員、青沼葵さんです。いつも自家用車で通勤しているんですが、自家用車の時はだいたい7時15分頃に家を出発しています。この時午前6時半過ぎ、およそ45分早い出社です。日置電機は6月から脱マイカー通勤の実証実験を始めました。脱炭素に加え、利用者の減少に苦しむ公共交通機関の利用促進も狙いです。週に1回程度、仕事に支障がない範囲で社員に自主的に参加してもらっています。ここがバス停になります。脱マイカー通勤のルートは、自宅最寄りのバス停から上田駅へ。バスを乗り継ぎ、会社近くのバス停へ向かいます。車だと40分で通えますが、歩く時間も含めて1時間半近くかかります。路面状況が悪い時ですね。私結構車の運転は苦手なので、そういう時はバスを使うと安心安全、事故の可能性もなく。バスに揺られることおよそ30分、上田駅に到着です。ありがとうございました。15分着だったので、今19分で4分遅れで到着になります。別のバスへの乗り換えです。おはようございます。一方、脱マイカー通勤の実証実験に参加する別の社員にも同行しました。私は34年ぐらいになりますけど、入社した時からマイカーで通勤はしてまして、富山さんの脱マイカー通勤ルートは、自宅近くのテクノ榊駅から鉄道で上田駅へ。駅からバスに乗り、会社へ向かいます。車で20分ほどの通勤時間は、およそ40分に増えます。県内で通勤・通学する人は、およそ97万7千人。このうち7割以上にあたる72万人ほどが、自家用車だけで通勤・通学しています。車で行くのの倍以上がどうしてもかかってしまうので、仕事で何か起きた時とかはなかなか対応するのが、ね、難しかったりもするので。電車はいつもほどほどに混んでいます。上田駅で降りると、突然早歩きに。改札も足早に通り抜けます。その理由は、多分そこまで出るとバスが来てるか見えるので、なるほど。見えるまではちょっと急いで。改めてになっちゃうけど、この乗り継ぎは何分なんですか？2分です。はい。遅れると次のバスはおよそ30分後。果たして。大丈夫です、まだ待ってる。この実証実験の狙いは、公共交通機関の利用促進と CO2 排出量の削減ですが、微々たるもんだと思うんですよね。本当にじゃあ CO2 がどれぐらい削減できるんだっていうようなところは、ただまあやっぱね、そう言ってやらないと結局何も始まらないし。バスには同僚たちと乗り込みます。ぴったりつかないとやっぱ帰りも乗れないんで、ほぼ乗れないんで、そうすると駅で 3,40 分待つようにはなっちゃう。私もそうです。なんかアニオで降りて坂道を猛ダッシュ
しましょうかね。やっぱり所要時間がちょっと長くなってしまうという点で、今のところは使う予定はないですかね。今回の実証実験に参加したのは社員およそ750人のうち64人。中には実験後も公共交通機関での通勤に切り替えるという社員もいるそうです。こんな社員もいました。どうぞよろしくお願いいたします。最初時刻表にらみながら、どこで乗り継ぐかというところで時々考えてました。時刻表や路線図とにらめっこしてやっとルートを決めました。実証実験の後は今後、自転車通勤などもその CO2 削減のためにはありかなと、週 1、2回でしたらやってみようかなと。担当者は今回の挑戦が地域にも波及してほしいと考えています。日置電機が例えばこういう実証実験をやることによって、近隣の企業さん、そして住民の皆さんが、あ、バスあるね、こんなところにもバスあるねっていう、そういう意識を、向けてもらえる、それが一番いいかなというふうに思っています。一方こんな会社も。長野市の82銀行本店です。こちらでは原則マイカー通勤が禁止されているということで、皆さん徒歩で出勤されています。82銀行は30年以上前から脱マイカー通勤をルール化しています。当時は安全面でを配慮してマイカー通勤をなくしたというのが主流ではあったんですけども、二酸化炭素とかの排出量を減らすという意味では、もちろん目的にはそれもありましたので、駅やバス停から離れていたり育児や介護などの事情がある職員には車の使用を認めています。それでも 75% の職員が脱マイカー通勤をしています。さらにこの取り組みは人材確保にもいい影響が。今の学生は我々大人世代よりもはるかにサステナビリティを勉強しておりますし、こういった環境への配慮という意味で、マイカー通勤を禁止している等はすごく理解を得られる。腸がつくほどの車社会信州。そんな中で企業が主導し脱炭素を前面に出したチャレンジが続いています。